石塚二太郎は、茨城県の政治家。早稲田大学大学院政治学研究科修士、家庭修了。茨城県岩井市長。初代坂東市長。茨城県市長会会長。茨城県国民保健団体連合会理事長。東京メトロ、有楽町線建設有地規制同盟会副会長。父は、岩井市議会の議長を務めた。持論は、 市長3期説。1986年1月の岩井市議会議員選挙において初当選。1994年の岩井市長選挙に現職の吉原栄一とその父、サブロー時代から続く長期政権反対を訴え、2期8年までしか務めないという公約で出馬し初当選。1998年にも吉原栄一と争い、再選し、岩井市。 佐島町が合併し、坂東市が誕生するまで市長を務めた。2005年3月の坂東市長選挙において、無投票当選。2008年に発覚した茨城県、国民健康保険団体連合会10億円、横領事件では、同会理事長として、対応に追われた。2009年4月12日に行われた坂東、市長選では三度吉原栄一と一騎打ちとなった。 石塚は自民党の国会議員や県連、大半の市議らの応援を得て組織戦を展開したが、1000余りの差で落選した。2010年12月12日に行われた茨城県議会議員選挙において初当選。2014年茨城県議会議員選挙で無投票再選。2018年茨城県議会議員選挙への不出馬を表明し政界委員会。 ありがとうございます。